A さんじーっと伺ってる。奥さんも耳を澄ますと、かすかなんですが、上で物音がしてるんだ。いる。何かいるようなんですよね。とふっと明かりが消えて真っ暗闇になった。うわっ、二人声上げた。いや、稲川さんだから申し上げるんですが、彼はお辞めになった方がいいですよって言うんですよ。え？マネージャーがおかしいこと言うなと思ったらば、実は今彼問題を抱えてましてね、おそらく稲川さんにご迷惑がかかってしまうと思うんで、お辞めになった方がいいですよって言うんですよ。キンカーン、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 チャイム鳴り続けるんですよ。明らかにこれ人が押してるんですよね。いたずらだ。よーしと思ってタッタッタッと走ってって、ドーンって開けて、ハッて見たら、あれ、いない、誰もいないんだ。おかしい。はい、出てってドア開けた瞬間、息が止まりそうになった。目の前に紫色の透けたネギルジを着て、下着をつけただけの格好で厚化粧したすみこさんが立ってるんだ。香水の匂いがツーンと鼻をつく。え、話は本当だったんだ。この人一体どういう人なんだろうな。この人誰だろう。すみこさんかな。すみこさんみたいだな。怖いんですがね、なんだか不思議で面白い、それが怪談ですよね。ゆったりとした気持ちでどうぞお付き合いください。